鎧をまとって邪気を踏み塔を手にしたこの毘沙門天立像は、平安時代の1162年頃に作られ、仏教を守る四天王から毘沙門天を木を彫刻して表しています。高さ 102.5cm の金星の取れた立ち姿は、動きを抑えた穏やかな様子を示し、その表面は赤や青などの色彩を施され、切り金、つまり細く切った金箔で繊細な文様を表す技法により飾られ、平安時代の後期の華やかな仏教美術の特徴をよく示しています。一方で、引き締まった顔の表情や玉眼、つまり水晶を顔の内側からはめて目を光らせる写実的な表現は鎌倉時代の仏像の特徴であり、本像は鎌倉時代の仏像彫刻の傾向を平安時代の末期に早くも示す例となっています。